セイコーの自動巻き時計ロードマチック5606-5010です。1960年代から70年代に生産されたセイコーを代表するオールドコレクション。高度経済成長期真っ只中の活気あふれる時代に誕生し、当時のグランドセイコー、キングセイコーに次ぐ準高級機として人気を博しました。本品は25席の 56K キャリバーを搭載した SS モデルです。文字盤はマットブラックカラー。サイドバーインデックスとヤコウバーハンドの組み合わせ。3時1に実用的なデイデイト。9時1にセイコー LM エンブレムがアップライトされた上質な風貌デザインです。SS ケースはスクリューバック、オールポリッシュの70年代らしいテレビスクリーン型フォルムです。バンドは、セイコー公認のバンビ製ステンレスブレスレットを装着しています。レトロなデザインで実用性に富んだ国産アンティークの魅力が詰まった一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤。古傷などの劣化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋。シレ、小傷が認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防プラ素材シレ小傷が認められます。装着時の視認性は十分に確保されています。ブレスバックルにセイコーマーク、クラスプにバンビマークが確認できます。シレ小傷が認められますが、すぐに装着可能です。バックルの留めはやや弱くなっています。操作方法。リューズでゼンマイを巻き上げます。一段引いて回すとデートがチェンジ、逆に回すと曜日がチェンジ、二段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は18ミリ。ケース径は約40ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約39ミリ、厚さ約10ミリ、風防含む、腕曲がり最大18センチ前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。